グッドイブニング、スーパービーバーです。 FM 新潟サウンドスプラッシュ。一人で生きていたならばこんな気持ちにならなかった。予想をはるか超えていく嬉しさを知っているのさ。さあ、この時間はスーパービーバーからのメッセージをお届けしますよ。まあね、今年の6月にハイライト一人で生きていたならばで再メジャーデビューを、はい、その時にちょうど渋谷さんに電話出演でしてくださいましたね。していただいてんで、そうなんです。そして10月の21日先週ですね、突破口自慢になりたいがリリースされています、はい、それではメッセージどうぞ。サウンドスプラッシュを聴きの皆さん、サリナさん、関田さん、スーパービーバーです。スプラッシュ、ボーカルの渋谷です。ギターの柳沢です。ベースの上杉です。ドラムの上杉です。よろしくお願いします、はい、ということでサウンドスプラッシュを何回お世話になってるか分かりませんが、はいはい、またスーパービーバーが帰ってまいりました。よろしくお願いします。はい、新潟といえばというね、はいはい、あ、おはい、早いね。柳沢さん、いやこれね、そういえばね、我々まあ何度も新潟行ってますし、うん、新潟はすごい大好きなんですけど、しかもこのサウンドスプラッシュでは絶対新潟といえばと、ね、そうそうそう、絶対入るんですよ、はい、俺ね、うん、去年の、まあ、2019年スーパービーバーはライブハウスとホールを回るツアーをですね、うん、まあ、全国各地回っていたんですが、うん、それで新潟に行った時に初めて海行ったんですよ、うん、新潟の、うん、で、あの海沿いに本当に海のギリギリまで行って、まあ、防波堤とかあるとこまで行ったんですけど、うん、マジで水平線がバーって綺麗なのね、うん、でこれちなみにスタッフに新潟出身のスタッフさんがいまして一人、うんうん、あの言ってたのは日本海側ってすごくそれが綺麗に見えるんだって、はいはい、横にこうバーッと広がってて、うん、でそれを実際に見て、うん、マジで海って広いなと思いました。あれ良かったっすね。あ、すごい、はい、すごいですね。そうでしょ。あ、でもそうだよ、なんかオフの時に柳そう行ったんですよ、外出かけてんの。そうそうそう、髪染めた髪染めたちなみにこれあの髪染めた本編関係ですけど、うん、僕昨日髪染めただよね。髪染めたよね、すごいね。もう元気だ、今気づいた、びっくりした。確かにすごい、ほんと髪染めてるね。髪染めましたね。金色だね。金色ですよ今。すごいな。ということで、はいはい、以下の質問の中から一つ選んでお答えくださいということで、上杉さん、はい、こだわってること最近。こだわってることですか、はいはい、うん、いやこだわってることはいっぱいありますね、はいはい、何かあるかな、うん、でもなんかそのこだわってることあるかな。じゃあ柳沢さん、金髪についてこだわってることちょっと教えて。これね、ちなみになんですけど、うん、私昨日まず1回ブリーチをしてから、うん、必ずその上にカラーを1回入れると、色を入れるっていうのがこだわりですね、うん、はい、あのね、抜いたまんまの金髪、僕金髪のイメージ、まあ、ビーバーを知ってくださる方はあると思うんですけど、うん、あ、はい、ありますよ。僕抜いたまんまの金髪マジで似合わないんですよ。へえ、そういうのあるな。ちょっと、まあまあ、いわゆるマッキンキンなんですけど、うん、あれ似合わないねって美容師さんに未だに言われます。未だに言われる、はい、なので必ず色を乗っけるっていうのは一個こだわりの一つですね、うん、おー、はい、もう髪の毛の話はこれぐらいでいいかな。はい、ずっと自分の髪の毛の話ばっかりして、すいません、なんか染めた、え、染めましたね。我々スーパーバーでございますけども、はい、10月21日に両 A 面シングル突破口自慢になりたいをリリースしました。ありがとうございます。ありがとうございます。藤原さん、はい、この楽曲についてちょっとこだわったところを教えていただけないですか。あ、いいですね。突破口は歌詞でこう正面突破をこうしていく様をこう、うん、あの楽器で正面表現したくてですね、いろんなそういうレンあのスネアのレンダーだったり、うん、あのうわーってね、曲のその瞬発力みたいなのを大事に、はい、いろんなものを詰め込んだりしました、はいはい、上杉さん、じゃあこれ、はい、この曲についてじゃあこだわったことを教えてもらっていいですか。曲についてですか、うん、まあでも本当にこの2曲がですね、うん、あのスーパービーバーをね分かりやすく説明してくれる2曲だと思って、そうだね、うん、まあその突破口に至ってはこのやっぱ僕らライブバンドなので、うん、そのライブ感がもうね聞くだけであの伝わるようなサウンドであったりね、うん、はい、グルーヴであったり、うん、もうそれがもう詰まってます。で自慢になりたいの方はですね、うん、もう本当に僕たちやっぱ日本語で歌詞を大事にしてね、はい、こうやって15周年やってきてるので、うん、やっぱそういうね僕たちが大事にしてる楽曲の良さっていうものがねもう余すことなく伝わる、うん、そんなね曲だと思います。はい、もう本当にサウンドスプラッシュには大変お世話になっていますが、はい、15周年です、気がつけば、はいはい、もうこれからもねガシガシ音楽活動をしっかりやりまして、うん、またサウンドスプラッシュにも FM 新潟にも大変大変お世話になりたいと思ってます、はいはい、うん、これからもよろしくお願いします。お願いします、まあ、ということで本日もありがとうございました。以上スーパービーバーでした。バイバイ、バイバイ。